はいご覧いただきましてありがとうございますせーやです本日はね小声雑談をやっていきたいと思いますはいでまああのタイトルにもね書いてある通おり、まあ、ちょっと今回はねあるものを募集しようかなと思っておりまして、まあ、今回はそれを皆さんにお伝えする動画を撮ろうかなって思ってますでまあ皆さんもねお気づきだと思うんですがまあそろそろねこの聖夜 ASMR が あの、チャンネル登録者ね、2万人に迫ろうとしていますえ。本当にですね、いつも見てくださっている皆さんには本当に感謝しかないですね。あの、まあ、順調にね、登録者の方も伸びてきて、あの、最近もね、ちょっと、普段の動画よりも多く見られる動画もポンと出てきてね、全然伸び悩んでたんですけど、まあ、やっと2万人ぐらいまでのところには来ようとしているような状態ですね。 えなのでね、まあ、本当に最近全然やっていなかったあの企画をね、やろうかなと思ってまして、はい。まあそんなもったいぶるもんでもないんですけど、久々にね、質問コーナーっていうのをやりたいなって思います。はい。で、まあ2万人行ったところでね、ちょうど質問を締め切って、で、まあ2万人行ってから、あの僕の方でね、その質問の内容を確認して、あの質問にお答えをする動画をね、撮ろうかなっていう風に、 思ってますで、まあ、いつもと同じでね質問コーナーの、あのー、質問のやり方なんですけどもこの動画の概要欄に詳しいことは書いているので、えー、まずはそちらを見ていただければとは思うんですけども、まあ、簡単にね質問の仕方を、えー、伝えておくとまず1つ目はこの動画のコメント欄に質問を直接書いていただく方法とあとは前もやったんですけど Twitter のハッシュタグですね 前は聖夜の質問箱っていうハッシュタグをつけていただいてたんですが、まあ、今回はねハッシュタグ聖夜の質問箱にっていうふうにつけていただければあの僕がね今回はそこを見に行って質問を精査したいと思います、はい、というふうにこの2つの、ね、方法で今回は質問を募集したいと思いますのでえぜひねたくさんあの質問をしていただければと思います、まあ、全然この質問コーナーやってなかったので 何か質問溜まってるよっていう人は、ぜひとサッと、あのー、コメントしていただければありがたいなって思います。はい。で、これが一つ目ですね。で、もう一つは皆さんに、あのー、リクエストをね、あのー、しようかなっていうふうに思ってるんですけど、このリクエストをしてもらいたい理由がですね、あのー、来月3月の2日なんですけども、この日何の日かご存知でしょうか はい、まあねほとんどの人はね多分知らないと思うんですけどあの僕の誕生日なんですよねなのでこの日で25歳を迎えますはいで、まあ、せっかくねまた一つ年を重ねるということでこの25歳の最初をねちょっと頑張ってスタートダッシュしようかなって思ってるんですよねなので3月1日の、えー、24時なんで3月2日になる瞬間ですね この時に動画を投稿してから、えー、ここにね、出てるスケジュール通りに、を、ぐらいを目処にね、動画をちょっと毎日投稿、毎日投稿ウィークっていうのをやろうかなっていうふうに、ちょっと企んでおります。はい。あのー、今もね、一月に正直8本とかぐらいしか動画まだ上げれてないんですけど、まあ、ちょっとね、ここ、せっかくの誕生日で、気合い入れようかなって思ってるので、まあ、その時のね、まあ、動画の、 どんな動画を皆さんが、まあ、見たいかっていうのをぜひこのコメント欄にも書いてください。はい、えー。そうしてもらえればね、あの、僕の方でしっかりコメント欄も全部チェックするので、まあ、その中からね、まあ、人気なものを選んだりとか、まあ、僕自身が気に入ったとっ思うものとかをね、選んで、この毎日投稿ウィークの中に盛り込んでいきたいなっていうふうに思ってるので、はい。もう正直ね、あんまり準備する時間が、まあ、僕の中でないので、できるだけ早めにコメントいただけると、 あの実現しやすいかなっていうふうに思うので、まあ、ぜひこのリクエストもね、たくさんお待ちしてます。はい。で、ちょうどね、この3月の6日の22時の小開雑談っていうところに、まあ、できればね、その質問コーナーの回答っていうのをしたいなっていうふうに思ってます。はい。なのでね、あのー、ぜひ2万人がこの6日までに行くようにね、応援してもらえると、あのー、嬉しいなって思います。 まあ、あの3月1日の小声雑談はあの25歳を迎えて、あのー、っていうことで、ね、何か簡単にお話をしようかなっていうふうに思ってるので、はい、この動画も、ね、楽しみにしていただければなって思います、はい、ですね。まあね、正直ね、本当に人気の YouTuber さんとかって毎日投稿を普通に1年続けてる人、まあ、数年続けてる人ってあの何組もいらっしゃるんですけど まあそれに比べたらね、あの全然大したことはないんですけど、まあ、ただ今の僕からするとこれはかなり頑張ってる方かなって思うので、まあ、ぜひね、あの、質問とかリクエストっていう形でご協力、応援をしていただけるととても嬉しいです。はい。で、それで、まあ、リクエストつながりっていうところで、あのー、この毎日投稿ウィークに投稿してほしい内容っていうのをコメントしていただきたいっていうのもそうなんですけど、 普段のね、僕の高校演雑談でどんなテーマを話してほしいとか、あとは、まあね、このウィーク以外でもどんな動画を投稿してほしいとか、まあそういったことがあればね、気軽にご提案いただければと思います。あと、僕のね、あの、まあ、サブチャンネルじゃないですけど、もう一個のチャンネルの方も最近1万2千人ぐらいの、えー、チャンネル登録者をね、やっと迎えまして、はい。あの、本当にちょびちょびですけど、地道に伸びてます。はい。 で、まあ最近は料理の作り方動画とかっていう風に新しいチャンネルに進んで、まあ、動画の編集のやり方とかもね、それをやりながら覚えてて、で、こっちのチャンネルに活かしていこうっていう風に今取り組んでるんですけど、まあそっちのチャンネルもぜひ皆さんチェックしていただいて、あのー、ね、音フェチ以外でも何か僕に作ってほしい動画とか何かあれば、そちらのチャンネル、もしくはこの動画のコメント欄に、えー、リクエストしていただけると、それも叶えていきたいなっていう風に思ってるので、 音フェチとか雑談が聞きたい方は、あの、そういうリクエスト。で、何かのやり方とかっていうのが知りたいっていう方は、そっちのチャンネルについてコメントをしてもらえると、あの、非常にありがたいかなって思います。まあでもね、この毎日投稿ウィークがあるからといって、この2月とね、この動画の後が、あの、おろそかになるとか、えー、そういうわけではないので、まあ2月はね、あとせめて4本はね、とった動画を出して、あの、3月誕生日迎えたいなって思ってますので、まあぜひそちらの動画も期待していただいて、 あのたくさん見ていただければ嬉しいと思います、えー。ではね、今回の動画はこのぐらいの内容にして終わりたいと思います。それでは今回の動画がですね、少しでもいいなと思っていただけた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。また、Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄よりフォローをお待ちしております。はい。それでは本日の動画も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。